エビネ族、エビネ族、族、カランシア、エビネ、エビネは、ランカの一族。エビネとは、ランカエビネ族、カランシーに含まれるものの総称であり、特にそのうちの一種、シーディスクラーの和名でもある。先に、エビネ族の概要についてもべる。拡張ランや、シランなどとともに、ランアカ、オーキディオディのエビネレン、リスジーのエビネアレン、ブレタイニーに属する。 他年生の総本で、多くは知性であるが、稀に着生する。一般に茎は短く、基部が肥大して、休憩となり、短い匍匐形で連なる。薄い葉織から10枚ほどつける。東南アジアを中心に、北はインドから、ヒマラヤ、中国、日本にかけて、東はミクロネシア、西は、東アフリカ熱帯及びマダガスカル、南はオーストラリア北部までの範囲に、 約200種が、さらに、メキシコからコロンビアと、西インド諸島に、シーカランターズただ一種が分布する。日本には、約20種が自生する。日本産の種はすべて常緑性であるが、熱帯アジアには落葉性の種がある。前者を、カランシーア族、後者を、プレプタンスア族として分ける。温帯産の常緑性種は、ウ芽を形成する。過剰は、相上で直立する。 花の色は極めて多様である。美しい花を咲かせる種も多く、観賞用の栽培も盛んである。日本では花の形を土卒点から降臨する魅力菩薩に見立て、魅力植と呼ぶ地域がある。エビネ類は自然交雑種が多い。日本ではエビネ、キエビネ、霧島エビネ、匂いエビネは相互に交配可能であり、雑種個体も種子を作る能力がある。 これらが混成している地区では純粋な個体を探す方が難しいほどである。一方、サルメンエビネは遺伝的にやや桃園のようで、交雑種の粘性が良くない。そのため、雑種個体が子孫を残すことも少ないようで、サルメン系の交雑種は自然界では稀である。どのような血が混じっているか類推できる交雑種には、親の組み合わせによってそれぞれ名前が付けられている。 代表的なものとしては、以下のようなものがある。実際には、どのような地が入っているか判然としない個体が多いので、高根系、高図系というように漠然としたくくりで語られることが多い。エビネ族には、熱帯地方原産の種を中心に、溶蘭として栽培されるものがあり、カランセあるいはカランテの名で流通している。また、日本産の種を中心とする。 温帯地方原産の種群はエビネ、時にエビネランと呼ばれ、近年では育てづらい、原種個体に代わって人工交配による様々な園芸交配種が大量に生産されるようになっている。交配種についてはすでに園芸植物と言ってよい。その一方で、原種グループは未だ野生採取により市場供給されている種類が多く、園芸目的の採集が 野生個体群に対する非常に大きな圧迫要因となっている。日本のエビネルイが演芸上のジャンルとしてどこに属するかは意見が分かれるところである。野生卵の一つとするには人工交配が進みすぎ、柄が大きすぎ、洋卵ではありえない。かといって東洋卵とは歴史が違いすぎるし美意識にも乖離がある。山野草の中の一つ。 というのがまずは無難な線と思われる。日本産の種族は上に述べたように、約20種あるが、そのうちエビネとして盛んに栽培されているのはエビネ、キエビネ、霧島エビネ、匂いエビネ、サルメイエビネなどの5種程度と、それらの雑種である。南西諸島のオナガエビネやツルランなどは熱帯産の種も栽培されるが、見た目も性質も上記の種群とはかなり異なる。 お長エビネ、琉球エビネなどは、対処性、対寒性に欠け、初心者の栽培には適さないので、まとめては扱わず、やや異なるジャンルのものとみなされている。しかしこれらの南方系原種も相互に交配可能で、雑種にも種子ができる。一部の園芸業者によって、品種改良も行われており、優れた選別交配個体が流通している。またこれら亜熱帯産のグループと本土の夏エビネ。 春先グループも後輩が一応可能ではある。しかし、雑種個体の年齢は低く、後代の自由な後輩育種が難しいため、一般にはほとんど流通していない。地上性の乱で大型になるので、大きな鉢を使っての鉢植えが普通である。山の砂利など、比較的有機物の少ない、目のやや荒い培養土を用いる。直射日光は嫌うので、吉津などをかけ、 風通しを良くする。木陰であれば地植えも可能である。腐葉土の多い場所が良い。なお、栽培に関する参考書籍は多数出版されており、ネット書店などでも入手可能である。株分け、バルブブセなどにより栄養繁殖させることも難しくないが、長期間栽培されている個体はウイルス病に感染している場合があるので、鋭利的には人口交配し、 種子から無菌的に苗を育てて販売することが多い。一般の要欄では、組織培養によって、同一個体を大量増殖する技術が確立されているが、エビネの場合は、増殖時に使用する植物ホルモンに対する反応などに、個体差が激しく、技術的に不可能とは言えないもののマニュアル化は難しい。親株のウイルスの問題もあるので、今のところエビネ類では組織培養は、 定番的な生産技術にはなっていない。エビネ栽培科の間では、原種には引くエビネというように、エビネをつけるが、雑種の名前にはエビネをつけない慣習がある。しかし、一般園芸科は、後輩名だけでは何の植物か理解しにくいので、後輩種でもエビネやエビネランと呼ぶことが多い。なお、ランの人工後輩種には、両親の血統と、 その組み合わせでできる交配種に名前を付けて記録する全世界的な制度英国王立演芸協会サンダーズリストが存在する。エビネ族で最初の人工交雑は1853年にツルランとオナガエビネを使って作出され1856年に登録されたシードミネである。これはエビネ族だけでなくランカで初の人工交雑であった。 それ以外の日本産のエビネ類も複雑な人工交配種がいろいろと命名登録されているが登録名で故障できるのは純粋な原始個体まで血統が遡れる個体に限られる。エビネの雑種に血統確実な個体はそれほど多くないため、それらの登録交配名が趣味家の間で実際に使われる機会は少ない。代わりに高根や薩摩など 自然交雑種の名称がよく利用されている。エビネを栽培すること自体は日本で古くから行われていた。大柄なランであり、地味ながら味わいを感じられるものから、木エビネのように華やかなものまでがあり、山野草ブームなどより前から少しずつ栽培は行われた。十七世紀末に出版された園芸書、花壇項目にはエビネの栽培法が記されている。 そういった中で生育範囲は次第に減少傾向にあった。それでも普通のエビネは身近に動く普通に見られるものであった。木エビネなどは和歌山県南部では谷間が真っ黄色に見えるほどに咲く場所もあったという。この状況が大きく変化したのは1960年代末からの山野草ブームの流れの中で1970年代後半より起こったエビネブームである。 あっという間に全国に広がったブームは各地で展覧会が開かれ雑誌が発刊され古典園芸植物や東洋欄に習う形でたくさんの品種が命名された品種名のついたものの中には高額で取引されたものもあるしかしそれらの新品種は以前から栽培維持されていたわけではなく大部分が山取り品であった 当然ながら新たな株を求めて山に入る者が後を絶たず数年にしてもはや野外でエビネを見るのが困難な状況となった。ところがエビネ族はウイルスなどの伝染病にかかると干渉価値が著しく下がる特性があり、同様欄のように陶器対象にできるほどの栽培安定性はなかった。ウイルス防除の煩雑さに疲れた趣味家が次々と撤退し、 このブームは10年をもたずして終焉。現在では、三野草の中の一ジャンルとして安定した位置にあるが、販売流通しているのは、種子から新規育成された、後輩種が大部分で、王子の野生品種で現存しているものは数えるほどしか、ないようである。幸いというべきかどうか、エビネは、人口増殖がしやすい上に、観覧ほど、高値安定なイメージが定着しなかったためもあり、 現在では山奥まで潜り込んでカブスなどりをする者が絶えないという状況はさすがになくなった。その結果目立たないところでは花を見かけることもないことはないという程度には回復しているところもある。なお、この間夏エビネはこのような流れのラチガイに置かれたままで大規模な乱獲はなかったようである。これは高温を嫌い団地で栽培すると 落ちつぶみしたり過食が非常に悪くなること、個体変異が少なく趣味化の収集力をそそらなかったこと、他種と交配すると、後代の年齢が悪く、後輩親としての利用価値に乏しかったなどの理由によるかと思われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。